シャコタン半島シャコタン半島の一シャコタン半島新井三崎シャコタン半島シャコタン三崎シャコタン半島は北海道西部シリベシ総合振興局にある半島である地名の由来はアイヌ語のシャクコタンである日本海に向かって突き出ており地質学上ではナス火山帯に属するシリベシ火山群の延長上に位置する半島部の全長は 約3 0トル、地形は平野部が少なく急瞬で、中心ではシャコタン岳や余り別岳が赤両をなし、沿岸は複雑な海岸線が連続する。そのため、風光明媚な景観に富み、海岸線一帯は、ニセコシャコタンをたる海岸国定公園に指定されている。シャコタン岬や新井岬など岬が多く、それを取り囲む昭和に、 いくつもの漁村集落が誕生した。とりわけ、江戸時代から大正末にかけて続いた二神漁をはじめ、長らく漁業が周辺町村の経済を支えていたが、昭和30年代以降は、沿岸漁業不振により、人口流出による過疎化が著しい。昭和後期以降は観光業に注力しているが、札幌大都市圏に比較的近いながらも、交通の不便さがネックとなっている。 そのため、温泉資源が豊富であるにもかかわらず、来電温泉、酒月温泉号以外は、さほど開発も進んでいない。近辺は、魚介類が豊富であり、ヒラメ、イカ、ウニ、スケトウダラなどが名物である。江戸時代後期から昭和初期にかけては、ヒヤマヤルモイと同様、ニシン漁でも知られ、一帯は、ソーランブシの発祥地でもある。アザラシやイルカ類が定着し、 都どとの遊泳を本格的に商業化しているのは2014年現在、世界でも車庫コ一帯だけである。山がちな地形のため、交通には恵まれていない。現在では、国道229号が半島を海岸沿いに巡っているが、1996年までは、鴨江内村、車庫コ町の間で未開通区間があったほどである。愛な海岸をるように走るため、 岩盤をくり抜いたトンネルが無数にある。古平町ではトンネル崩落により路線バスが飲み込まれ20人の犠牲者を出す惨事となった。道内の交通において主要幹線の地位を占める国道5号が半島北部である共和町国府与一町中心部を通るため国道229号は近隣住民の生活上の支線となっており交通量が少ない。 鉄道交通は、函館本線が国道5号とほぼ同じ経路をたどるため、恵まれていない。1985年までは他に、国鉄岩内線が岩内、小沢間を走っていた。また、1990年から2000年まで、岩内港と新潟県の直江津港を結ぶカーフェリーが運行されていたが、利用者減少により廃止された。泊まり村には、 道内唯一の原子力発電所が設けられている。ありがとうございます。